AKB48 の姉妹グループ HKT48 のコンサートが初めて長崎市で開かれました。県内出身の森保まどかさんにとっては凱旋公演となりました。 AKB グループで唯一長崎県出身の森保まどかさん16歳、チャームポイントはおでこです。地元長崎で私たち HKT48 で公演ができると知ってから本当に楽しみで、すごい心待ちにしていたので。 HKT48 は高架を中心に活動するグループです。この日は大分出身の指原莉乃さんをはじめ47人がファンを盛り上げます。県内で初めてとなる単独公演、立ち見も含む2000人のファンが訪れ、地響きのような歓声が鳴りやみません。この舞台は森保さんが昔ピアノのコンクールなどを経験したことのある場所です。昔はすごく運動音痴で何もできなかった人なんですよ。2011年の結成当時から HKT のメンバーとして活動し、長い手足を生かして踊ります。今ではファン一人一人の目を見ながら声援に応えます。そしてファンにとっても嬉しいサプライズが。森保さんは人生初のソロステージを地元の長崎で披露したのです。今まで成長できたところを長崎の皆さんにお見せできればなって思います。コンサートは2回公演で4000人のファンが盛り上がりました。